サッカー日本代表は、今月の2026年ワールドカップ、W 杯、アジア最終予選で中国代表とバーレーン代表に勝利。攻撃的3バックを採用し、2000合計12得点を奪うなど圧倒的な強さを見せつけた。しかし、一部の選手にとってはそれが逆風になった可能性もある。 今回はサンバックシステムにおいて序列を下げてしまったかもしれない選手を紹介する DF 中山優太青年月日1997年2月16日27歳所属クラブ FC 町田ゼルビア2023-24リーグ戦成績23試合0得点2アシストハダースフィールドイングランド この夏にイングランドのハダースフィールドを退団し、FC 町田ゼルビアに加入して日本復帰を果たした中山優太は、9月の2026年ワールドカップ W 杯アジア最終予選でサッカー日本代表に招集されたが、出場機会がなかった。中山はセンターバック CB と左サイドバック SB の両方をこなせる選手で、 日本代表では主に左 SB を担当してきた。3バックでは、左ウイングバック、ウェーバ、カシー B ーでの起用が考えられるが、前者は三オルなどが起用されていることからもわかる通り、攻撃力を重視されている。今回加入した町田では、一貫して4バックのセンターを務めており、現在の日本代表であれば、 左ウェーバーよりは CB という扱いになりそうだが、3バックに入るには対人能力、特に空中戦に不安がある。9月の W 杯予選で先発した町田広樹、板倉孝、谷口翔吾はいずれも中山より長身で、さらに富安竹広と伊藤博樹が負傷離脱中であることも考慮すると、中山の序列はもっと下がる可能性が高いだろう。 20歳の高井高台のように、これから A 代表定着を目指している若手もいる中、27歳の中堅である中山は再び試されるような立ち位置ではないため、代表で生き残るにはクラブでの強烈なアピールが必要になりそうだ。